シロちゃんもお願いしますね。はい、最近トイレットペーパーをちょっといいものにしたので、シロのお尻がとっても柔らかです。ありがとうございます。あらま、トイレットペーパーいいやつにした。うん。なんかあれ、なんかダブルとかなんかいろいろあるじゃん、柔らかいやつとか。うん、うん、うん。そういうのにしたってこと？ダブルでさらに柔らかくて消臭プラスってやつにした。おー、すごい豪華だ。やっぱケツの具合はいいですか？最高です。ケツのコンディション最高。仕上がってる。本当に決まってるよ。仕上がってるよ。あ、いいですね。機会があれば見せてくださいよ。ねえ。ブイ。ごめん。おでこで押しちゃった。あ、ごめん。ごめん。押しちゃったこと。いいじゃないですか。機会があればここでケツ見せてくださいよ。ブイ。まだないでしょ。さすがにケツ出したことないでしょ。ないでしょ。予定はないです。あ、そうですか。せっかくね、その綺麗に仕上がってるのにね、よろしくお願いしますね。お願いします。ルービーコンティニュー。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆様、僕からのお願いです。どうか高評価ボタンをクリックしてくれませんか。そしてチャンネル登録がまだの方は、この画面の右下にある僕の顔のアイコンを押して、一緒に感動を分かち合いませんか。これからも超人女子戦士ガリベンガー V をよろしくお願いいたします。